皆さんこんにちは、プラモ復帰チャンネルです。さあ今日も新商品の情報出ましたので、面白そうなものが出てきたので、またこれお話ししたいと思うんですけども、まあ早速これ見てくださいよ。いやー、めちゃくちゃかっこよくないですか。これ新しいオルクのビッグメクのモデルなんですけど、ビッグメクも今のオルク基準でかなり大きい感じになってますよね。しかもこのね、装備してるメカのこの武骨なかっこよさ、何がどうなってるか一切わからないですけど、ほんと最高のミニチュア出てきましたね。オルクのこのミニチュアと一緒に新商品とコデックスの発表もありました。で、新商品なんですけど、このビッグメクが入っているボックスセットが一緒に発表されたんですよ。こちらなんですけどね、見てくださいよ、このバカな箱。バトルフォースストンパボーイズって書いてありますよね。これのボックスセットの真ん中に今のビッグメクの新ミニチュアいますよね。これ、この箱の中に入ってくる新規ミニチュアっていうことになってるんですよね。もうこの箱を発表されて見た瞬間に、公式ね、オルク的な言い方だったら頭があれになったんじゃないかっていうようなね、気持ちになりましたね。この箱の中、もう皆さんね、写真見たらわかるんですけども、ストンパっていうね、どでかい巨大ロボットが入ってるんですよね。これね、単品でね、1万8000円ぐらいするんですけど、そうですね、この箱の中身、まあ、全部合わせて、仮にですけど、これバトルフォースって書いてあるんで、年末のバトルフォースと同じような値段帯で3万前後ぐらいで売ってくれるんだったら、また相当お得な箱になるんですよ。ざっくりと、この箱の中身を単品で買うと、これぐらいの値段になりますね。で、ここに、新規のビッグメクのミニチュア、まあ、これを最近のキャラクターミニチュアの値段帯で考えると6000円前後になると思うんですけど、6000円だと仮に予想しますが、すべて合わせると5万円に近い内容が入ってるっていう計算になりますかね。つい先日、初心者さん向けにオルク始めよう動画作ったばっかりでね、いきなりこんなね、バカな箱を出されて、これはね、テンション上がりましたね。もう、測ったかのように、オルク押してきてるんで、私は、もう、このビッグメク欲しいんで、絶対これは買おうとは思うんですけど、まあ、初心者さんに、いきなりこのバトルフォースおすすめするかっていうと、ちょっと怪しい部分はありますけど、後々で、ストンパ作りたいなとか、ストンパみたいな大きいもの欲しいなって思った時に、このバトルフォース1個買っておけば、お得にね、ストンパもあって、この新規のビッグメク入っていて、あと、ルータ、これが2箱分入ってるのと、まあ、トラックがね、1両入ってるんで、これはま、実戦から考えても強いので、ゲーム的にね、考えても、これは、なかなかまあまあ、持っておけばいい、後々いいものになるんじゃないかとは思いますね。あと、バトルフォースと書いてありますので、おそらくですけど、生産数は少ないんだと思います。年末のバトルフォースのことをね、まだ、つい最近のことなんで、覚えていらっしゃると思うんですけども、バトルフォースと名前がつく今の商品っていうのは、初回生産、まあ初回生産と言いながら何回か再入荷してはくれますが、このタイプのね、年末以外のバトルフォースっていうのはちょっと今までなかったもので、どうなるか、数がね、どれぐらいあるのかわからないんで、まあ欲しいと思った瞬間に買う、買わないっていうのは決めた方がいいと思いますね。しかしながら、このビッグメクのね、新規造形、ものすごくかっこいいんで、私は早くこれ欲しいんですよね。おそらくですけど、このバトルフォースに入ってるタイプ、この箱買い逃すと、このビッグメク単品販売されるまでにかなりタイムラグあるはずなんですよ。何ヶ月か待たされるんで、それだったら、このバトルフォースの内容、別に何一つ私は無駄にならないんで、とっとと買って、このビッグメク、早く塗ってゲームで使いたいなって思いますね。一応ビッグメクの武器とか、ちょっと能力の方は、先行で少し発表はされてましたね。まあ、もしかするとですよ、射撃に寄ったようなデタッチメントとか、あとはビークル編成とか、まあ、そういったものを、強化するようなデタッチメントをコデックスに掲載されている可能性も高そうですよね。なので、こういう新規ミニチュアは新しいコデックスではそこそこ強い能力与えられてたりするんで、やっぱりね、まずはこいつ先行で確保したいなって私は思いますね。長くオルクをね、楽しまれてる方にはこの箱の内容っていうのはビッグメク以外はそんなに魅力的じゃないのかもしれませんけども、まあ
私はね、ルータもボーイもトラックもストンパも、まあ、何体あってもいいと思ってるんで、まあこれティラニットでも同じなんですけど、何体いても構わないですね。100、200持ってたって全然私は無駄にならないと思ってますんで、まあとりあえずこういうお得な箱で、しかもまあストンパが入ってるとなればなかなかチャンスはないんでね、新規ミニチュアとストンパ、まあお得に、あとはおまけでついてくるっていう感覚で確保しておきたいと思いますね。なかなか初心者さんにね、いきなりこれで始めろっていうのはちょっとできませんけど、まあそれでももし資金に余裕があるっていうんであれば一箱ね確保しておいて、ある程度の数1000ポイント1500ポイントぐらい自分のオルクアーミー作った後にこの中から何か作るっていうのでも全然いいと思いますのでね、まあ検討されてみてください。でこれだけじゃないんですよね、新商品ねまだ発表されたんですよ。でそれもこれ見たら買わなきゃいけないなっていうものだったんで、ちょっとご紹介します。こちらです。なんとね、もう一つバトルフォース出てくるんですよね。またそれがね、アデプトスカストーデスのバトルフォースなんですよ。私ね、ティラニットがメインアーミーで、セカンドアーミーがオルクで、サードアーミーがこのカストーデスなんですよ。なのでカストーデスもこれ新規ミニチュアが真ん中にシールドキャプテンっていうユニット入ってるんですけど、こんなもん出されたらもうこれ買わざるを得ないんですよね。でこのね、オーリックチャンピオンズってこのバトルフォース内容がえぐいんですよね。これ一箱で初心者の方に、あとここにカストーディアンガードを買ってもらったらもう十分戦えますよと、そう言えるような内容になってます。これね、内訳はこうなってるんですよ。でまずアラルスカストーディアン6体入ってるんですけど、これアラルスカストーディアン1箱で3体入ってるんですよ。でカストーディアンウォーデン5体、これカストーディアンウォーデンね、今までねセットボックスにあんまり入ってきたことがなかったんですよね。結構ね在庫切れしてることも多いユニットで、このバトルフォースに入ってきてくれるっていうのはね、持ってない人からするとありがたいと思うんですよね。実際ウォーデンはね、見た目こそカストーディアンガードそっくりなんですけど、白兵戦かなり優秀でね、持っておいた方がいいとは思うんですよ。で後ろのロッキーのね、ドーンイーグル型ジェットバイク、これベルトスプラエトールっていうユニット名なんですけど、このベルトスプラエトールも一箱で3機しかいないんですよ。なのでこれもまた2箱分入ってるんですよ。で合計のお値段がこういう感じなんですよね。シールドキャプテンのこのミニチュアが例えば6000円だとして、だいたいこの箱の合計の内容っていうのは値段は4万7000円ぐらいになると思います。なので3万円で買えるってなったら、まあこれもだいぶねお得に買えるっていうことになりますよね。今のカストーデスのコンバットパトロールを買ってもらうよりも、下手するとこっちを買ってもらった方が初心者の人に始めやすいまであると思います。カストーデスどうしてもユニットの種類が少ないんで、セットボックスにすると似たような内容になりやすいんですけど、ベルトスプラエトールとアラルスカストーディアンが2箱分入ってるっていうのはかなり偉いですね。1箱分ずつじゃなくてちゃんと2箱入ってるんで、もうこれ1つ買えば複数のユニットに分けられるんですよね。そしてウォーデンも今までと違って入ってるんで、やっぱりカストーディアンガードの箱をね、あとは追加してもらうだけでもう十分遊べるっていう内容になってるのはとても偉いですよね。で目玉の新規のシールドキャプテンなんですけども、これね見た目も、まあ、もちろんポージングも違うんですけど、装備している武器がねそもそも違うっていうのを見てわかりますか皆さん。通常のシールドキャプテンとか通常のカストーデスが持ってる槍っていうのはガーディアンスピアっていう武器なんですよ。でガーディアンスピアにはボルトキャスターっていうちょっと強いボルトガンが組み込まれてまして、遠近両方戦える槍になってるんですよ。でこのパイロサイトスピアっていうのはガーディアンスピアのいくつかある派生系の一つなんですよ。でこいつメルタ2って書いてあるじゃないですか。そうなんですよ。これよくよく見てもらうと槍の下にですね、これメルタガンついてるんですよ。なので通常のガーディアンスピアのボルトキャスターは24ムーブの射程あるんですけど、このパイロサイトスピアは12って書いてありますよね。だ12ムーブしか単射程の武器なんですよね。その代わり攻撃力が9あって貫通4でダメージは D6 でメルタ2なんで、これ射程の半分以内で撃てばこのメルタにダメージ量が2増えるんですよね。そうこれね、より近距離で相手を倒すための武器なんですよ。でこの武器がこういう風に新規造形のミニチュアに搭載されてるっていうこと、これね今までなかったんですよ。パイロサイトスピアって実はねアップグレードパーツみたいな形でフォージワールドからこの武器だけ売ってるんですよ。なので普通にコデックスの中にこの武器の能力値って今まで書いてなかったんですよ。ですがとう
ートをね、公式がこういう風にプラのキットにこの武器を乗せてくるという、これもしかしたらですけど 4G 系のそういうガーディアンスピアの派生武器はもしかしたらですよ、これからプラになるのかなってちょっとね予想しますけどね、なってくれた方が絶対いいんですけどね、どうしてもねレジンだと曲がることが多かったんで、こういったものもねプラにしてコンパチにしてほしかったんですよね。今回このシールドキャプテンこれ持ってるんで、ちょっと可能性出てきたなって嬉しくなってるんですよね。ガーディアンスピアの派生系でこのパイロサイトともう一つね、できるんだったらアドラサイトスピアもなんとかねプラにしてほしいなって思うんですよね。まあこれねホルスの大逆時代の遺物なんですよね。まあそう考えると数が少ないんですよっていう設定になってて、シールドキャプテンしか装備できないっていうような状態になっているって言われても、まあ別におかしくはないんですけど、普通にガーディアンスピアのコンパチとして選択武器としてアラルスカストーディアンが持てますよとかウォーデンが持てますよって言われても、まあいいんじゃないかなと思うんですよね。まあと言っても普通にゲームではね、フォージ製品のそのパーツ使って組み替えて、別にフォージのルールを当てはめてね使ってはいるんですけどね、ただ普通にコデックスにルールが乗ってくれるっていうことがねありがたいんですよね。なのでこの辺はねぜひプラ化期待したいところですね。まあ新しいコデックスのね発表もこのオルクとカストーデス今回同時でしたからね、もしかしたらこのバトルフォースとコデックスの更新ほぼ同じ時期になるんじゃないかと思ってるんですけど、もう私はねこれ財布のね中身がもうすっからかんにされるんじゃないかと思ってます。正直オーク&ゴブリンオールドワールドの方で次がオーク&ゴブリンが復活するんだということがもう分かってますので、それの時期とこの2つのアーミーコデックス更新が被った場合、とんでもない予算をね注ぎ込むことになると思うんで、破産するんじゃないかとヒヤヒヤしますね。まあこれはね贅沢なね悲鳴ではあるんですけど、今年は去年以上に予算のやりくり難しいかもしれませんよね。まあ私はありがたいことに自分のサブアーミーがね同時にこういう風に来るっていう可能性があるのでこんな状態ですけど、動画ご覧になってる皆さんはね計画的にお買い物をアーミーの増強を考えて楽しまれてくださいね。それではね今日はこれで終わりにしたいと思います。なかなかインパクトのある商品が年明けからちょっと連続してるんで、本当にね先全く読めないですけど、欲しいものがね現れた時に余裕がないとね買えませんからね、ちょっとこれから自分のメインアーミーが更新されるっていうような時期が近づいてきた人は、こういうアーミーセットやバトルフォースみたいなものも頻繁に出てくるんじゃないかと、そういう予想をして予算の方をね余裕持たせておいた方がいいと思います。そのあたりも考えて今年コデックスの更新アーミーの更新楽しみに待ちましょう。それでは今回の動画これで終わりにしたいと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録高評価ボタン、なんなら低評価ボタンでも押していただけたら私のやる気上がりますのでよろしくお願いいたします。あとコメントの方も気軽に残していってください。それとショート動画も作ってますので一本でもまた見てやってください。いつもご視聴ありがとうございます。よー、ここまで見てくれてありがとうよ。せっかくだからよ、俺たちの戦組に入っていけや。チャンネル登録と、他の動画も楽しんでってくれよな。このチャンネルでゆっくりしていけや。